ダで猛レースだ。本日の賞金はオランダの名品だよ。オランダだからね、風船かチューリップじゃないの。ゾウリおじさん、堤防少年の話知ってる？ああ、堤防に開いた穴を指で塞いで堤防を守った少年の話だろ。でも賞品にはならないよ。各マシン商品を我が手にと、グリップをしっかり握り直した。目指すはオランダの名品。さあスタート。おっとスターター引き倒されてちょっとダウンか。いつもだよ。これはかわいい光景。オランダの伝統衣装の女の子たちが街にミルクを運んでいる。回転しすぎちゃってミルクがバターになってしまったぞ。こぼれたバターに駅馬車ビークル号線が突っ込んで猛スピン。あーおっと、これは失礼。スーパーピクニックワンも突っ込んだが、だけどヨギベア、バターをパンにうまく乗せてお食事。よし、この隙に俺たちがトップに躍り出てやるんだ。ああ見てられない。状況はバタバタと悪化するばかり。ケンケンボサッとしてないで少しは手動かせ。何やってんだこの。手を動かせって言った。あのうるさい奴らがこの風車に差し掛かると、風車の風でマシンが吹き飛ばされるって寸法だ。来たぞケンケン、隠れろ。わかったわかったわかった。あら、信じられない。もう一回見たいね。素晴らしい、実に素晴らしい。ワニゴニバギー300風車の間を走り抜けた。なんでこうなるんだよ。親チューリップ畑で行き止まりだよ。各マシン、どうやってこのピンチを切り抜けるの。パパがいい考えを出してくれるさ。そうか、これならチューリップを踏みつけないで進めるよね。あ、なんて泥だらけの道なんだろう。ピクシー、気をつけてピクシー。ピクシー&ディクシー、どうやらマシンのトラブルでレースをリタイアしそう。そんなことないさ。その通り、こうすればいいのさ。さあ、行くぞ。やろ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 。ブレーキ、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 ブレーキ。遅いぞ。ケンケン、早くこっから引っ張り出せ。いいアイデアを思いついたぞ。来いケンケン。よし、次はこっちだ。助けてください。堤防に穴が開いて。大変だ、俺たちの手と足じゃ足りないぞ。こっちこっち、こっちですよ。あばよ、アホども、一緒やってろ。騙されたんだよ。ブラックマオ、水に流されレースからリタイア。追ってくるマシンもいないよピクシー。よしピクシー、僕たちが優勝だ。ちょろちょろチーズ、コンマ6ゴール。さあ商品だよ、ピクシー&ディクシー。これがオランダの名品。なんでできてるんだろうねディクシー。これはオランダのチョコレートだよピクシー。作り手はこんなはずではなかったのに。自分が悪いんだよ。